はい、こんばんは。今週もこの時間がやってまいりました。金曜日の定例配信会始めたいと思います。よろしくお願いします。いつも通り、プチ大会は9時前後頃、前後じゃないですね、ちょっと過ぎぐらい予定しておりますので、よろしくお願いします。それまではノラ試合の方、様子お送りいたします。ごゆっくりしていってください。はい、アドオーク
愛。はい。
愛恐怖
Yeah!
Round 1 Fight!Thank you.
Round 1 Fight!Yeah!
じゃあほとんど人も揃って、ちょっと今日人数も多いので、配信台の試合最後にしていただいて、これが終わったらば大会始めたいと思います。第1試合辰俊さんとノブさんですね。ノブさん今の試合やってらしたら、これ終わったら、お待たせしました、第43回式の細道ですね、始めたいと思います。最初の試合は、1P 側が辰俊さん、 2P 側がノブさんですね。最近ちょっとキャラがフリーダムになってきて、なんか一応エントリーの時に書いてもらってるんですけど、ランダムというか、なんか見てから俺これ使っていいとか言われたら別にいいよっていう感じのことがちょっと続いてるので、あんまり厳しくしない感じでやっていこうかなと思ってます。さあ開幕龍拳対決で、体力ほぼ五分、竜巻変な落とし方して、最後は波動三発、ちょっと真空持ってたんですが、どこかで出ていれば勝っていた。さあ上が出ない、得意の上り中パン、辰俊さんは上り中パンの反応が超いい。竜巻当たって上は通らない。さあ置き攻めどうする、まだ投げ返しっぽい。立ち中パンが当たって2ラウンド目は辰俊さんが取り返す。勝利きっちり出して、竜巻パナスが当たらない。さあ掴まれて、今の投げでしょうか。さあファイヤー切り返す、ワンチャンあるか。真空持ったがパナス、最後は波動。トムさんが一緒ですね。じゃあ次カワシムさん、第43回式の細道を行っています。2人目は川島さんの、川島さんの茶色いで初めて見るというか、今日の試合で結構やられてましたね。川島さんの竜と、僕辰俊さんとノブさんの剣ですね。さあ川島さんのロケティアがどん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 行って、で一文字蹴りでハドの打ち合いで、さあファイヤーハンドで、しかし飛んでしまって、しかしこの三段は痛い。今の三段素晴らしい。さあ2本目、喉の中、ここでさあ飛び込んで両勝利。さあめくり竜巻、波動波動で、さあ剣が波動で返す。さあここめくり竜巻うまい。さあこの波動で、波動波動で出して、波動のこのプレッシャーが、でも剣がこれ、今の地上戦の、さあ足技で攪乱して、さあここで勝利を出した。しかし龍の方もうまく我慢をして、
ここで切り出しの展開しなー、竜巻やってしまった。さあお互いゲージが溜まっている。さあ真空冷静に決めて、川島さんのチャリューが1本取りました。さあ3本目、さああの開幕のしゃがみ地上のダイヤシリーズですね。さあここでさあ台越しで攻める波動で、さあ昇竜でカーストコロを当たってしまう。あのフェイントの起き上がりのところお互い相打ち。さあ波動、波動でこの一瞬の間の止まった間合いのところを今うまく川島さんが読んで、そして最後真空で削って川島さんが一人抜きです。素晴らしい。さあ次が藤見ブランカさんですね。藤見ブランカさんのブランカと、川島さんのチャリュー。さあわかんない。さあしゃがみシューパンチとハドか、それともあこれで。さあしかし藤見ブランカさんのあこのトリッキーな攻めがブランカの面白いところであり怖いところでありますね。あここでハドで打ってハドで牽制する。しかしこのブランカのこのジャンプの軌道と足手の判定が非常に癖があって、おしかし今の大ゴス素晴らしい。そこでああ勝利出してしまう。さあ波動、さあこっから怖い。こっからどうする。あー動いてしまって、あーじゃがみ中盤当たった。川島さんが超ヒヤヒヤで1本取りました。さあ2本目どうなる。開幕さあ勝利出す。そこで藤見ブランカさんのこうブランカが飛ぶ。そこを波動当たってる。なかなかいい間合いで、さあこれロケッティアやって大ゴスで近づいてちゃんとガードしている。さあ波動、さあ勝利当てる。さあこれああいい今の中ゴス。さあ目竜巻をやってしまう。さあこれパシコシとやって、あーローリングを大パンチで返す。あーしかし進行を出してしまって、さあこのブランカが攻めるが大昇竜で川島さんの竜が2人抜きです。川島さんの竜素晴らしいですね。さあ次が、小江戸さんですね。はい、さあここで小江戸さんが今日はおっと DJ、 小江戸さんの DJ と川島さんの竜ですね。さあ竜と DJ、 お互い万能キャラと言われている形のこの2キャラ。さあ波動とエアスラッシャーの打ち合い。そこで飛び込む。しかし川島さんも DJ 使われてるんで、なんかの試合これはどうなんでしょうね。さあこれうまい前でちゃんとガードしますね。さあこれさあめくって投げる。しかしこうあーここでさあそこでパシ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 パハド、ああしかしブラーッと出してきた。そこに近づいて投げる。ハド、ハド、ハド、エアスラッシャー、ハド、あこうバス、さあペシペシといくところをうまくユーノもガードして、さあこれ蹴って投げる。ハドで投げる。さあ、ああ出してしまう。さあここで飛び込んで大蹴り、今のは痛い。ああ今の近づいて投げがいい。さあそこでしかしまだまだわからない。あー多速拳、あー非常に怖い。今のはリスクが大きすぎたが川島さんがなんとこれで川島さんのチャリューが、3人抜きですね。暴れん坊まさに。さあ次はネロさんですね。いやー川島さんのチャリュー動き初めて見ましたが、この暴れという部分を差し置いてもかなり。さあここでネロさんのガイル。さあここでどうなるか。さあ開幕からこれ読めない。さあソニック、さあしゃがみダイヤシャテル、これはいい。さあしかし勝利、これうまくガードをして、さあハドソニック、さあちゃんとガードして、そこでシューキックやって、さあリフトアッパー、あーしかしすぐ出して、じゃあなーまさかここでキャンセルが出る。さあこれしかまだ分かんない。さあここで飛び込んで3段、あーしかしまだ分かんない。さあソニックやって、これやって、さあこれ飛び込んだここで投げていって川島さんの竜1本取りました。さあ2本目開幕トンダル。さあここでソニック昇竜やってしまって、さあここでソニックが当たる。これあしかし痛いなシャトルのところ、昇竜超強引な昇竜。
ここでチャルメン中間ハドオソニック、ハドオソニックさ、この前からどうやって近づく、さハドオソニックこれ飛んでしまって勝利権、ここで大キックめくり中キックシンクハド小キックハドで、ここで転ばして、あー手出してしまって、この川島さんのチャリューの動きがダルシムのこの攻撃的な攻めがそのまんま竜に出てる感じですね。さあ次がシャルさんですね。さあシャルさんがガイル、あーこれは非常に危険だ、シャルさんのガイルは非常に強いのでこれは注目の対決。さあ見どころですね。さあソニック出だして、さあリフトアッパー、さあチューキックハドハドソニック、さあこれちゃんとリフトアッパーで返す、恐ろしい。さあこれめくり、ここで波動拳、さあここからここからどうする、ここからどうする、さあここでうまく間を作って波動拳をやって、ああ竜巻やってしまう、チューキックベシベシベシと当てる、アシンカードを出してしまう、ああ今のフェイントが大キックから衝撃を生まれて、さあ転ばす、さあここで焦らないで昔をちゃんとしている川島さんをやってる人、ああ飛んでしまった、さあここはどうなる、恐怖の3段が入る、さあこれちゃんと竜巻をやって投げる、なんという恐ろしい。さあラウンド2ですね。しかしシャルさんのガイル非常に手堅い、恐怖の足攻めが非常に手堅いと思うこのシャルさんのガイル、そこでどこかちゃんと目つく竜巻をやって、ちゃんとここで様子を見ながらソニックを当てる、さあ気がついたら3分の1が減ってる、そこでさあ勝利権暴れる、竜に暴れさせてうまく当てさせる方法、さあこれさあこれダブルさんを焦って出さないでちゃんと我慢をする、あーしかし真空波動当たる、さあここからどうなる、めくってしかしあー切れた、この明太キックが怖い、さあソニック、あ裏剣当てない、さあソニック波動、ソニック波動、ソニック波動、さあ波動を踏んでしまって残り15秒、さあこれどうなる、さあソニック、さあ大キック、さあっと残り3秒、これはガイル側が有利、シャルさん見事に1本取り返しました。さあ3本目、さあ開幕どうなる、さあソニック出してちゃんと勝利でかわす、しかし飛び込んで暴れてきたところちゃんと投げる、ソニック、ソニックで当てる、ソニックで当てる、痛い痛い、まさに痛い痛いソニック、さあ痛い痛いソニックが、さあこれは非常に危険だ、頑張って頑張って川島さん頑張って、しかしさあソニックが当たる、痛い痛いソニックが、さあシャルさんのソニックやばい、これは非常に危険だ、さあ飛び込んで中キック、中キック波動、波動波動ソニック、まだまだ全然わからない、真空波動のチャンスもある、さあこれ代行戦に近づいて、さあ真空波動当たった、さあここで安いが、さあそうソニックのところを投げる、わからないぞこれは、さあまだわかんない、あーしかしちゃんと見ていてジャンプ大キックでシャルさんのガイルが一人抜きですね。さあここで次がセロテープさんですね。さあここでセロテープさんがどうするか、 S 剣か、 S 剣だ、さあ S 剣、注目の S 剣とガイル、さあこのさあ S 剣でこの非常にポテンシャルが高いセロテープさんが、さあここで、さあ間違いここで飛んでしょう、さあしかしシャルさんの恐怖のソニックが、さあソニックしかし大キックで転ばす、勝利権勝利権勝利権と言いながらちゃんと投げる、さあソニック飛び込んで、さあ立ち台蹴り今のいいぞ、そこで、あーすごい、これは超 S 剣のこの恐怖のしゃがみ台足が当たって、さあ1本取りました。さあ2本目、さあいい、このしゃがみ台足がいいですね。しかしシャルさんのこのソニックが2回当たる、3回目、さあうまくトリッキーなこの戦術、ああしかしこのごめんなさいというぐらい叫びが聞こえるこのガイルのソニック、さあシャルさんがうまくちゃんと冷静に待ってるが、そこでダブルサマーが待ってた、さあ勝負はまだ分かんない、さあセロテープさんの方向がこれが聞こえるこの S 剣のポテンシャルが非常にすごいんで、これは全然正直勝負は分からない。さあシャルさんのこの攻めに対してどのようにうまく勝利と内野手当てるか、しかし来た、この今の一定の間合いをきちっとキープをしてシャルさんのガイルが、これで2人抜きですかね、さあ次が、ゴーさんですね。さあゴーさんの、あっ
次が、ゴーさんの剣ですね。シャルさんの足のムエタイのシューキックの動きを攻めていながらのソニックが非常に素晴らしいですね。さあ、ゴーさんの剣と、シャルさんのガイドですね。さあ、開幕波動ソニックをちゃんと動き当てる。さあ、ソニック飛び込む。ソニックソニックでこういながらちゃんと後ろに下がっているところがあります。いいですね。でここで、しかしここで空中ダスがちゃった。さあ、ここはどうする。ここでさあ、飛び込む、うまく飛び込んだ。あ、投げ返し。さあ、あーすごい、これはゴーさん一歩取りました。さあ、これまだわからない。さあ、2本目飛んでしまう。しかし冷静にガイルがサマーで返す。さあ、波動とソニック、波動ソニック、波動とソニック、この遠い前でそういうロケットがちゃんと当たる。しかしサマーソニック当たって、さあ、ここからカグメイチオパンチ3連発で、さあ、当たって裏剣。これがガイルの怖いところ。さあ、ソニックで転ばす。ソニックだける。さあ、ソニックを当てるところのプレッシャーからうまく飛び込ませて、そこをしゃがみチューキックというところがシャルさんのガイル素晴らしいですね。さあ、3本目。さあ、開幕はまた操作してしゃがみ大キックで当てる。さあ、剣の方としても一文字を当てたいところで飛んでしまって、しかしお互いを使うところで、さあ、しかしこのチューキックが怖いですね。さあ、波動ソニック、さあ、で飛び込んで、さあ、竜巻が今当たってよかったが、さあ、サマーソルト、ソニックに連発、ソニック波動。さあ、うまく一瞬回ってのチューキック素晴らしいんですね。さあ、チューキックで、ここでソニック波動、さあ、サインチューキック、立ち台キックでシャルさんがこれで、3人抜きですね。いや、でもゴーさん欲しかったですね。さあ、次が、さあ、来ました、ほぼ山本さん。さあ、ここでほぼ山本さんがチュンリーを使うのか竜を使うのか。さあ、チュンリーで来ました。さあ、これは勝負をかけてきたほぼ山本さんのチュンリー、早くも投手。さあ、気候圏打ってしまって、さあ、これシャミチューパンチ。さあ、この大キックがこの山本さんのチュンリーのそのいいところですね。このちゃんと開けているところ。さあ、で、あ、しかしそこをうまく読んで、さあ、チューキック。さあ、波動とこれ、いや、波動のクラゲとソニックですね。クラゲとソニックの当たり、あー、先列ゲガス、チューキックでこううまく牽制をして、近づいてビシッジリジリッと近寄って、このムエタイキックをバシバシと当てて、リフトアッパー、チューキックソニック。さあ、そこで、さあ、残り1の子。さあ山本さん頑張れ。さあ、そこでソニックやってさあ、今話題の空中スピニングバードからの投げ、なんという恐ろしい男だ。ちゃんと研究してましたね、素晴らしい。さあ満身の100万ドルの意味のガッツポーズを浮かべて山本さんが、さあ、2本目チュンリーで、ここから、さあ、大キック、今のいいぞ。さあ、ここで、さあ、近づいて、この投げ、さあクラゲで威迫ですね。さあ、これ、しかしちゃんと投げる、素晴らしい勢いにかなり乗ってる山本さん、素晴らしい。さあ、これ、さあ焦らずに、ここでちゃんと待ちながら、さあ、これガイルはどう攻めるか。さあ、これ、さあ、うまく前をキープ、クラゲを出して、そこで、さあこれ、あー、しかし、あー、これはやばい。あー、しかし戦略が、しかし、あー、危ない、非常に危ない。これは素晴らしい、山本さんが一人抜きしました。さあ、次はグッチさんですね。さあ、グッチさんの X フォークですね。さあ、これはどういう展開になるか。さあ、このフォークが、この近寄りが非常に山本さんからすれば怖いところ。そこで、さあ、これ、そこに向かって、さあ、来た、脱法のこの回しが恐ろしい。さあ、このじりじりの近寄りが怖い。さあ、脱法が来た。さあ、回る。さあ、今スピニングバードを今かまして、さあ、だー、困って、さあ、グチさんが一本取りました。さあ、2本目、さあ、飛び込んで、そこで投げる。さあ、ここでもう一回やって、少し中キックでうまくやって、さあ、この山本さんかもですよ。さあ、いいぞ、今の投げはいい。さあ、ここで決勝してやるが、グチさんのこのガードが素晴らしい。ここで、あー、しかしやって、クラゲが当たるよ。さあ、そこ、この回数で、こっから、さあ、まだわかんない。さあ、しかしやってしまって、100列が当たる。シースコー、今度当たる。さあ、今度2連発で、素晴らしい、グッチさんが
お一人抜きしました。さあ、次が、千本さんですね。グッさんのフォーク素晴らしいですね。プレッシャーからのこのですね。さあ、千本さんのベガと、グッさんのフォークですね。さあ、とにかくここで感じでやって、さあ、蹴りを出して、さあ、近づいていくところをちゃんとガードをしていて、さあ、ボールに入れないところを、さあ、2段上がったら、さあ、千本さんのこの攻めはかなりいいぞ。さあ、これ、しかし、そこ、ちょっと当てて、さあ、フォークとしてはなんとか、さあ、今をこぼした。さあ、ここからどうなる。さあ、しかし、吸い込むか。しかし、分からない。さあ、これ、このパス。さあ、しかし、ナイトメアをちゃんとガードしてる。素晴らしい。これで、ちょっとやった。これは素晴らしい。千本さんが、ベガが1本取りました。さあ、2本目。さあ、開幕蹴りをやって、さあ、飛び込む。少し飛び込んで、さあ、脱法の回しが、まだ、まだまだ届かない。さあ、これ、ちょっとやって、さあ蹴りをやる。さあこれで人気を進めて、さあこっから、おっと今の後ろに下がってるの投げはすごい。さあここで蹴りをやって、さあこうさらに蹴りをやる。あー、ナイトメアをやって、千本さんが冷静な試合運びで一人抜きを出しました。さあ、次が、ピロシさんですね。ピロシさんのホンダと、千本さんのベガですね。さあ開幕、さあ張り手で、止まらせて、さあ張り手、サイコクラッシュの張り手で止める、ちゃんと止める、素晴らしい。ここでさあ3段やって、さあベガとしてはかなりプレッシャーがかかってしまうが、ホンダも別にさあ張り手、さあこれもさらに張り手、そこで最後飛び込んで、ヒロシさんが1本取りました。さあ2本目、さあ蹴りをやって、さあベガーからすると本当は大変に厳しい状況になってますか。さあ投げる、さあこれ千本さんがどうしてるか。さあそこ本田がうまく投げながら、さあそこで、さあ入った、素晴らしい、千本さんが1本取りました。さあ3本目、開幕張り手をバックジャンプで返す。さあ蹴りをやる、蹴りをやる、張り手、さあドスコイやる、さあサイコクラッシャー、蹴りをやって、さあ張り手、さあここで掴んで、さあすごい、ピロシさんが一人抜きいたしました。さあここで次が、ニーヤーさんですね。ここでニーヤーさんが剣を出すのか、それともさあニーヤーさんが剣かな。それともホンダが、おっと、ホンダどうキャラチュンリー。あー、剣ですね。まずは反対側に回るというこの須野さんのそのアドバイスがあるんですが、ちゃんと乗ってスピーガーに回っている。さあ、しかし投げる。さあ、昇竜拳、さあ波動拳ですね。波動拳で転ばす、見て、ここで大一投げ。さあ昇竜レッド、もうここで投げるやって須野さんが一本取りました。3本目、さあ竜巻、大昇竜、さあ波動でこばす、竜巻でゲージ止める、少しく波動でやって、ガキでやって、さあ今大一丁で、さあそこでまた波動でやる、で、そう大一丁、さあこれ怖い、さあ波動でまたこばす、波動拳、さあ大足でしっかりと転ばして、こう我慢して、さあちゃんと我慢する、さあこれ大昇竜、さあニアさんの剣がかなり有利、さあ最後は意識を投下するの竜巻で1本取り返しました。
3本目、3本目に向かってさあ、立ち向き、2個の波動拳、飛び切り大パンチ、3本目に立ち向き、さあ、しゃがみ返し、波動拳、波動拳、波動拳、ここで、さあ、今の時期しかするよ、ここで波動拳にやって、さあ、さらに選択肢をこれでやって、波動拳、大仕込みして、しっかりとガードを。さあ、本田がこの張り手の方面当て、後ろ下がっているところを取りまして、昇竜拳と、素晴らしい。さあ、ニアさんが一人抜けです。さあ、次が、師匠さんですね。ニアさんの剣に対して師匠さんは、ベガですね。はい、さあ、ね、さあ、さあ、サイコクラッシュをチャンプ波動で返して、ね、アンダーシャー、アンダーシャー、波動拳、波動拳、大昇竜を当てる。ここで3発の剣のコンボをやって、最後は劣化と思ったら、どうとも逃げの泣いてみよう、読んでたのか。さあ、これ、さあ、しかしちゃんと読みながら、めちゃくちゃスリリングのある展開で2発目1本取りました。2名、さあ、勝負の勝利、さあ、ガードをちゃんと取る。さあ、師匠さんのベガも、あーでも今かなりいいところ、さあ、それ転ばして、さあ、上からやって、しかし、しゃがみ超パンチ返す。さあ、竜巻波動拳、さあ、これ近寄って、ここで膝蹴り、ここでやって、さあ、めくれをちゃんとガードして投げるが、さあ、ミスプレー転ばして、さあ、まだ分かんない。さあ、さあ、ここで、さあ、お互いゲージがないぞ。しかしゲージが、お互いスパコンゲージが溜まってる。さあ、これどうするか。あーっと、これはどっちだ。あー、剣が勝ちまして、ニーアさんが2人抜きです。いや、剣ベガは見てて怖いですね。さあ、次はヒカルさんの、ヒカルさんの出番ですね。あれ、ヒカルさん、ヒカルさん、さあ、次はヒカルさんのバルログですね。踏み込んで、さあ、しゃがみ中継は波動拳、波動拳、さあ、竜巻旋風脚、さあ、メイク、さあ、ここでかかわそうとし、さあ、この選択でバシバシと勝利拳。さあ、2本目、さあ、神勝利拳、ゆっくり竜巻で爪を当てて、さあ、ちゃんとガードをして、波動拳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 、さあ、ひょうが来てるが、波動拳、そこで、さあ、空中竜巻、目がかかとうとして、空中竜巻で、新谷さんが、これで。1、2、3、3人抜きですね。3人抜き。さあ、次が瀬尾さんですね。さあ、これ瀬尾さんが、ベガを出すのか、それともチュンリーか。あー、ベガを出しましたね。さあ、これは注目の試合。さあ、今のサイコクラッシャーを正面パンチで返す。波動拳、波動拳、大勝利やるが、今のタッチパンチやって、さあ、転ばす、さあ、ダイヤス転ばす、しかし、転ばして、そこにめくってやって、さあ、しかし、今の入れたかったが、さあ、これ、さあ、ダンダン転ばす、この瀬尾さんの恐怖のものすごい反応のところをうまく利用して、膝蹴りでもう一回、このフェイントの膝蹴り、素晴らしい。これ、さあ、サイコクラッシャーで、投げる、さき、そしてるようなところを、さあ、新大師、波動拳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 で、転ばす、さあ、抜いて、これ、
あ、勝利券さあ、サイコロ出したハード券さあ、ニアスかなり有利さあ、オリアクターさあさあ、今のはさあ、3本目ここでサイコロ試合大キックでそこでクロールしてそしてこの強さのこの反応あー今交差これは怖いさあこういうのさあ立ち上がりナイトメアですがそう投げ返すそこで波動拳波動拳さあここはどうするどうするこの展開しかし冷静に今クロールした最強試合さあ残り1ドットか2ドットさあこれさあ踏んだここからさあここで昇竜拳すごいこれでニーヤさんが4勝ですねさあ次がチャボーズさんですねヤマモトさんさあ、ニーヤーさんの剣と、シャボーズさんのサガトですね。さあ、これ転ばして。さあ、めくり竜巻で、さあ、ここで、さあ、昇竜拳、そこで波動拳、さあ、サムネタイガーを上がって、さあ、これ転ばす。波動拳こうやって、パス波動拳ショートキックやって、さあ、ジャンプ中キック波動拳さあ、1本取りましたさあ、これ、ジャンプで飛び込んで、めくり出す巻きでタイガーアパートですねシューキックで、さあ、これ、さあ、これして、さあ、下タイガーというところ対抗をやる波動拳、波動拳ちゃんと飛び込ましてしゃがみ出しで勝利拳しかしさあ、ここでタイガージェムサイドでさあ、チャボーズさんが取り返しましたさあ、3本目波動拳波動を転ばすあ、今の飛び込みところちゃんとサガットの方が斜めのダイブキックいいですね波動拳飛び込みが非常にサガトが伏せればやりやすいのかもしれませんねさあ、でそこ飛び拳やってここで投げてニーヤさんがこれで5勝ですねさあ、次は、ペコさんですねさあ、ここでペコさんが S 拳を出すのか X 拳を出すのかこれは注目ですねおー、ペコさんが X 拳を出しましたさあ、最近 X 拳を非常に使っているこのペコさん非常にこの足払い の、 攻防が非常に前の取り方とうまい分この足のバリエーションがどういうニーヤさんの剣と戦うのか非常に注目ですねあしかし手を出してみてうまく誘いながらのこのニーヤさんのこの選択肢のこのやり方が非常に素晴らしいさあ同剣で1本取りましたガードして波動拳波動拳波動持ち合いあーここで波動を出してしまう昇竜拳めくりたちまきやって波動拳うまくあー今波動拳が飛ぶ前で私もさめくりたちまきさあこれあーしかしこれがあーしかしこれが結構怖いところでニーヤさんがこれで非常に今の危ない展開でしたがさあ両手を振り上げて両手を振り上げて皆さんが1位になっていますさあここで友澤さんの竜さあこれは注目ださあこれはどうなるかさあ開幕カードを、ね、出してしまってこれ飛びますそこでさあ選択肢これが怖い発動拳八大キック投げる1本取りました
で転ばして、ほどけん、これファイヤーアップで今飛び込ましていて、ちょっと間を置いて大蹴りやってみるのがいいですね。しかしここ投げ返す、しかしそこで、さあ、波動拳、トカさん頑張ってほしい。で、波動拳、トカさん、もう冷静に見ていて、さあ、新カード当たった、さあ、ここから逆転あり得る、素晴らしい、これで、もう、超ボイナー、形で1本取り返しました、さあ、しかし、開幕転ばして、これ、膝切り、これが剣の3本目の速攻の攻めの怖いところか、しかし、まだ分からない、昇竜拳、波動拳。さあ飛び込むのを見越して、あー飛んでしまって、アニアさんの剣がこれで6勝ですね。さあここで小右衛門さんですね。さあここで小右衛門さんが、さあ来ました、素晴らしい、さあフェイロンできました、さあ小右衛門さんのフェイロン非常に注目です。さあカニコ、そこでポイントを飛び込んで、さあニアさんの剣と小右衛門さんのフェイロン非常に注目の対決、飛び込んで、さあホイホイホイと当てる、さあ当てはなしで見越して、このフェイロンの芸術的な動きが非常に素晴らしい。さあその膝蹴りをやって、しかしかかとの落としやるところをうまく新脚で返して、どんどん先行取りました、飛び込んで開幕飛び込んだところをちゃんと返しています。でさあ宮沢のこれが落ちたら3回目当たる、そこ投げる、さあ昇竜で返す、めくって、あー今の昇竜、昇竜さあ見越して、これは怖い、見ていて怖い攻防だ、あースリッパ出してる、さあ3回取る、はいはいと、さあこれそんなの分かんない、さあ近い、怖い、さあ怖い、これは怖い、さあ投げる、これはすごい、この攻防は最後まで分からない、はい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 と、でさあで、さあ進化した、さあ非常に危険だ、さあこれやって、怖くなって、さあ意識を上に這い巡らせて、これで小右衛門さん1本取りました。次俺、あー頑張りますわ。さあ2周目ですね、2回目の辰俊さん、やはりメインキャラの竜ですね。小右衛門さんのフェイロンでやったことはあるんでしょうか。やったことはある。さあ鳥かごっぽく、さあ台足入れて相打ち、さあゲージが立って、お互い割と慎重な立ち回り、さあちょっと仕掛けたが真空使って劣化入って、まずポエモンフェイロンが1本、ね、さあピョってアッパー支援、あのヘリ、小右衛門さん超強い。いや見事にはめられましたね、うん、で次がノブさんですね。さあノブさんの X 剣ですね。さあ小右衛門さんが2人抜きの状況です。さあ坂本でほいほいと、で、さあ、庶民だけ飛ばす、そして、戦略を返す、投げる、ノブさんもこのなかなかの強気の攻めで、が、しかし、そこを見越して、この小山さんも、かかって、1本取りました。
ね、ノブさんにも中継のジャンプコンテンツをしてそれで昇竜やって まだそれは足に油断はできない。感謝神経からですよ。これがすごい。小島さんが、これで3人抜きですね。さあ次が藤見ブランカさんですね。さあ藤見ブランカさんと小山さんですね。さあブランカとフェイロ、さあ開幕。さあブランカの方がさあじりじりと近づこうにもこの拳をうまくガードして、さあローリング最初。さあこの三段を決めるそのさすが小山さん非常に素晴らしいですね。あしかし今のガブリスキー素晴らしい。それでさあシャムダイキックで意識を刺して転ばす。ローリングいってしまって投げられて1本取りました。サザキックホイッとやってさあご自身客でサインホイッとやりながらシャンプンやって飛び込みながらガードして新客で返して、あーイブンさん当てて寒いってやりながらも、あしかし今の中キックはいい。ここでどうする見かけて、あーしかしローリングでガブリスキー、さあで出して、あーすごい今の一瞬のガブリスキーで藤見ブランカさんが1本取りました。さあ3本目もう一本で、さあここで当てる、もう1回当てる、2回とこのビカシエンビューで、ね、ここねホイホイホイと当ててホイホイと最初にガブリツキでさあ近づいて、このああ今の右ちゃんと見越しての冷静に一歩一歩着地で当てていってかなり有利だが、さあまだブランカの方もさあ今の前のガビスキー電撃出してしまって、さあこれで小山さんが4人抜き、はい、さあ次が小井戸さんですね。さあここでどれを出すか、ベガを出すのか、あベガですね。さあ小江戸さんのベガと、小江門さんのフェイロンですね。さあこれでめっちゃ加減にやって投げる、これ投げるやって投げるやってさあもう一回攻める、さあもう一回攻める、さあまだまだ攻める、休ませる間がないか、あー今の立ち入り大結果素晴らしい。小井戸さん1本取りました、はい、今の開幕出局素晴らしいね。そこで坂上一番飛び込む、さあ考えさせる、またさせない間が投げ返してここで暗い投げで、これあーしかしこの下段のところ見越し続いてちゃんと当てていく、ちょっと当ててさめくってここでさもう一回ね、さあ最初ベガが投げる、ってもう一回よかっていって見ていてまさにスピーディーあるものすごい攻防、そこでちゃんとアンサーの蹴り当てるようにですね、そこでシェンリュでここでやってさもう一回当てる、最初に転ばす、しっかり止まってこれで小山さんが5勝ですね。さあ、次が、ネロさんですね。
今のところ1位が新谷さん剣の7勝、2位が今やっています小右衛門さんのフェイロン5勝。さあネロさんの、ガイルと、小右衛門さんのフェイロン、さあこれは注目の対戦。で三陸ソニック、しかし投げる、これでもう一回投げる、がーもう一回、非常に小右衛門さんが休ませない、一本取りました。小右衛門さんのこのフェイロンのこの攻めの強気と、この相手に考えさせる余裕を与えないところがしまして、しかし今のリモートも素晴らしい。さあここで中継勝った、さあピョッタ、さあここで3打リエル、素晴らしい、一本取り返した、素晴らしい。さあネロさんのガイド、ここで小右衛門さんを倒すか、ここでしかしさあソニック、そこでここは配信シーンでやって中キック、そこでやってサミチューパン中キック、さあネロさんのガイドが、ガイドがかなり有利、しかしここでやって、ここでやってガーッバーってやる、さあ行く、いけるあるか、さあネロさんが勝つか、さあ頑張れ、さあこれしかし小右衛門さんが、なんという誘い、惜しい、今のは十分あったんですが、これで小右衛門さんのフェイロンが6勝ですね。しかし今のレロさんの方が非常に素晴らしかったんで、非常にチャンスがあって、さあしかしここで、さあ次が川島さんの、ここでザンゲーフ、さあ川島さんのザンゲーフと、小右衛門さんのフェイロン、さあしかし開幕バシバシッと攻めて、全く余裕隙を与えさせない、チェキック、さあスクリューで飛び込みじゃないか、これスパコンを決めて1本取りました。さあ2本目、カレーキック、これを入れてホイホイホイスクリューやると、もう一回やって、さあここで、この小右衛門さんのフェイロンは相手にしゃがみさせる誘いなのか分からないですけど、ここから当てるのが非常に素晴らしいですね。さあダブラリー、さあこれで小右衛門さんが、1位対7勝ですね、6勝ですね、6勝。さあ次が、セロテープさんの残機、これでセロさんに勝てば、小右衛門さんとニーヤさんが同率7勝ということになりますね。さあここでセロテープさんが、さあここで、勝ちを止めるか、これさあセロさん頑張ってほしい、止める、転ばす、ホイトで、ハイキック、ダブルダッシュ、今のいい誘いはいい、今の誘い前、はい、ヘルの止まらないキックです、さあ、そこ飛び込んでしまう、中キック、さあ、これ、さあ、これ、セロさん頑張れ、そこで、あ、そう、飛び込ませ、そこで、シンリュー、さあ、ナイキングパンチで、さあ、ショーキックで、キリで、さあ、そう、フェンス、しかし、これで、さあ、しかし、セロさんの、この、モチベーションが非常に高い。そのね、ダブラリー転ばす、さあキレを誘ってフェイロンが転ばせることが、この小右衛門さんのフェイロンもこの誘い方が非常に恐ろしい、こういうところですね。さあここで中キック、ここでやって、そこを吸い込む、さあここからどうなる、そこで、しかしすごい遠慮、さあセロさん頑張れ、さあしかし小右衛門さんのこの攻めが非常に冷静沈着で非常に素晴らしい、このさあこれ大パンチ当てる、こういう展開でも非常にこうやってボッタチをして非常に相手の動きを見ている小右衛門さんの素晴らしいところですね。これで、小右衛門さんが7勝ということで、これは終わるまでやるんですか、まだ全然まだ全然まだ。さあ、次がゴーさんの剣ですね。さあね、こうやってこれはルルアゲン、さあ中キック、ここでフリューやって、さあダメダメ、さあシェンデュ、中キックやって、さあこれシェンデュ、いやー小右衛門さんのフェイロン本当見ていてかっこいいですね、この素晴らしい、ね、さあしかしめっくり竜巻から中途になって、さあもうすごい、さあゴーさん1本取りました、今のこの、さあゴーさんがこれ剣で勝つか、これ小
小山さんの勝利止めるか、それも小山さんが勢いになった。うわこれがすごい、ものすごい減り具合。これで投げる、ナイス投げ。おー今の、今のすり抜けは初めて見ましたが、すごい。さあ全然ある、さあこれあるか、それさあ勝利出してしまった。さあこれまだ分かんない。あー今の冷静に見て、あーチータイプはしかしまだ分かんない。さあ3本目、3段目1文字から先手やってガードをして、さあしゃがみ衣装、このしゃがみ衣装パンチの連打からのあの戸惑いの誘いがいいですね、このゴーさんの剣もね。ここでタスメキやって、そこで見て、あーこのめくりが恐ろしい。あーゴーさんの剣惜しかった。さあ小山さんがこれで9勝9勝。さあここで、さあここでシャルさんが、さあ小山さんが、シャルさんに DJ を希望してるか。さあここは DJ を出すか、DJ を出すか、あ DJ だ。さあ、シャルさんの DJ と小山さんのフェイロン、さあ注目の対決ですね。開幕で意地で割って、さあよしよしよ、これさあコバス、メシ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 ボロロロロと当てて、さあバシバシボロロロロと当てて、シャルさんが早めに勝負決めて1本取りました。さあ2本目、さあエアスラッシャー、エアスラッシャーやって、さあこれフォアフォアってやって、すごいシャルさんもちゃんとガードしますよね、すごいですね。はい、さあこれ、さあこれめくりやって、やってるとバシバシバシっと、うわー DJ の嫌なところが出させてる。さあこれ、さあしかし、さあこれすぐどうピンチ頑張れ。さあこれ、さあさあエアスラッシャーです。さあ転ばす、そこでさあエアスラッシャー、さあエアスラッシャー、エアスラッシャーで転ばして、ペシッ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 とこうやってバシ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 ッと決めてるところ、ちゃんと全部ガードしてる。さあ死んでしまう、死んでしまう、小山さん頑張ってほしい。さあこれ、あーしかしスマッコ決めた。さあ怖い、非常に怖い。はいってやって、さあこれがーっと当てて、シャルさんが小山さんに勝ちまして、シャルさんが一人抜きですね。さあここから、さあ次が、ほぼ山本さんですね。さあここで、ほぼ山本さんが次この DJ に対して竜を出すのか、それともチュンリーか。さあ竜か、竜か、竜なのか、あチュンリーで、チュンリーで決めるのか。さあチュンリーになった。さあさあ開幕で、さあこれ、さあクラゲと、クラゲとエアスラッシャーの攻防。さあクラゲ、クラゲ、クラゲを出す、クラゲを出す、クラゲで溜める。しかしシャルさんのこの DJ も非常に強いですね。さあこれクラゲで当てる、はい、さあクラゲとエアスラッシャーの攻防、お互いゲージが止まっている。さあ中キック、中キック攻めたいか。さあさあ中パンチで、中パンチでやって、さあめくりをちゃんとガードしているが、さあシャルさんも全く冷静な攻めで、お互い間合いをキープをしている。体力的には DJ が有利。さあエアスラッシャーを適当で、この辺はやはりシャルさんはそのガイルが先ほどすごかったんで素晴らしかったね。それがもう DJ にもまさに生かされている形ですね。さあ残り10秒、さあ7秒、6秒、3秒。さあここで当てて、DJ が1本取りました。さあ2本目、さあ開幕スラッシャーは、おー今の垂直ベースね。さあクラゲ、クラゲを当てる。さあ変化につけ、100列客スラッシャー、クラゲ、クラゲ、クラゲを出す。さあクラゲ、クラゲとエア。さあこれ、さあバックジャンプでかわす。さあスパコン止まってる。クラゲ、さあクラゲ、チックやって、さあクラゲワード、ペシペシってやって、チックキック、ペシってやって、ペシッと、あー、素晴らしい。さあ、これ、バシバシ、あー、しかし、ガードした。さあ、まだ分かんないぞ。さあ、戦列撃出してみたのか。さあ、まだ20秒、まだ全然チャンスはある。チューリー、まだチャンスはある。あー、スピニングバード出してしまって、出してしまって、さあ、これでシャルさんが、2人抜きですね。さあ次はグッチさんですね。さあグッチさんが次は誰を出すのか。おっとダルシムか、ダルシムか、ガイルか、ダルシムか、ブランカか。お龍だ、
素晴らしい、これ竜ですね。さあ、シャルさんの DJ とグッチさんの竜、注目の対決ですよね。さあ、さあ開幕で、ね、しゃがんで様子を見る波動拳、波動拳、波動拳、素晴らしい波動拳、はい、ここもさあ、しゃがみ台球買ってて波動拳、さあこれ、ね、ここ飛び込ませて、しかしさあちゃんとガードする、さあ歩きながらちゃんとガードする、そこで、ね、波動拳、波動拳当てる、チャーザー大勝利、素晴らしい波動拳、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 そうした波動拳、波動拳、波動拳、さあ波動拳を踏む、さあグッチさんかなり大勝利、それでさあ昇竜拳でやって、さあファイヤー波動を出して踏ませて、グッチさんが一本取りました。さあ4名、さあ抜け、さあこれ飛び目やって、さあこれめくるところ、すばしこれ竜巻が絞りまして、3分竜巻石を引き分ける、さあしっかりとガードをキープして、さあ飛んで、さあヤスタチャで、あーこう転ばして、さあ立ち小キック投げる、これうまくヘッド投げる、あーしかし立ち小キックが当たって DJ が1本取り返しました。さあ3本目、さあ飛び込む、開幕飛び込むの暗い投げ、そこで波動拳、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 ハイハード当たる、波動拳、波動拳のヤスタチャ、波動とエアで当たる、さあこの前が見回しジャンプで避ける、さあ DJ が飛び込むと大キックで2回当てで、さあもう1回ハイヤード、さあこれはシャルさんがかなり不利な、グッチさんがかなり大チャンス取れてるか、あーしかし大キック飛んで、あー今入ってしまった、あー惜しい、これでシャルさんが3人抜きですかね。さあ次が千本さんですね。このシャルさんの DJ に千本さんがどのキャラを出してくるか、先ほどのベガーなのか、それとも別のキャラなのか、あ、フォークですね、千本さんのフォーク、さあこれやって、さあこれやって、さあもう一回やって、もう一回回す、ヤスラッシャー、え、ヤスラッシャー、タッチダイパン、あー今まだ飛び込みのところに立ってて、さあ飛び込んで、さあセボンさん頑張ってほしい、そこで飛び込んで、さあさあ脱砲で切り抜けてほしい、あーヤスラッシャー食らって、シャルさんが見事に冷静な沈着の動きで一本取りました。さあ2本目ギリギリ、あーしゃがみギリ乗って、乗って乗って乗って、ベストギリとボロロロロって当てて、さあコントルで飛び込んで、さあさあさあこれ、さあこれ千本さん逆転なのか、さあここから脱法を回す、千本さんが1本取りました。さあ3本目、開幕ヤスラッシュ当たる、今度は当てる、さあヤスラッシャーで、さあホークとしては当てないところだな、そのね、さあちゃんとガードをする、ベシベシッと飛んで、さっから、さあ今の見越してパンジャンプパンチ、怖い、4人見ていて怖い、さあね、コンドルを見てガードする、さあ、コンドルやったか、さあ、ここで、さあ、そこに脱法を回る、さあ、ここからどうだろう、さあ、もう一回、さあ、来た、大脱法だ、さあ、右下にまだ二度とはないかな、これで、わあ、今の見越して、コンドルダイブで、千本さんが取りました、素晴らしい。さあ、ここで、次が、ピロシさんですね。さあ、ここで、ピロシさんが、ホンダ、ヨシさんのホンダと、専門さんのフォークですね。さあさあホンダのここで出てるところをドスコイでやって、借りて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 
てやってやってやって、さあこれタップがもう一回リーマンしてくれ、あー今当たってしまって、張り手が当たってピロスさんが1本取りました。さあここで今度ダイブ、さあどしこいで、さあめくって、さあホンダのこのピロスさん攻めが非常に素晴らしいが、そこでさあシャルミションバン、ショーバンとじりじりと攻める、さあ転ばした、そこでさあこれ回す、ここで千本さんが1本取り返しました。さあ3本目、飛び込んで、さあ足で転ばして、そしてあーしかに大いちょうで、素晴らしい広瀬さんがきちっとして冷静な本田の攻めで一人抜きになりました。さあ次は師匠さんですね。さあピロスさんの本田と、師匠さんのベガですね。さあ開幕で張り手張り手で、さあさあそれに下がって、さあ上にやって、さあサイキックラッシャーそして張り手、そうサイキックラッシャー当てる、そしてこうこれに向いてガードをする、足を出して足を出してドスコイやる、足を出して張り手やる、ここでベガがどういった逆転をやるのか、あベガさん当たる、さあこれさあめくったコンボで、しかし本田の方もしっかりとガードしてる、さあしかしガードしてが大一を投げる、ああ今の大キックは痛い、ね、最高音になって、あナイトメア、さあここからどうなる、さあここからさあせーさあこれどうなる、この師匠さんが逆転なのか、すーごい今のは、今の蹴りで息子の蹴りで返して師匠さんが1本取りました。4名そこで飛び込んで投げる、これは師匠さんがかなり精神的に有利となってる、ね、さあ裏回りで飛ぶすごい、いやしかし一応投げる、さあこれもう一回投げる、さあこれ目さくで刺しそうしゃがみ投げしてきますね、さあ踏んだいってさあさあ来ます、さあいけるか、さあ最高から下でしっかりと削って師匠さんが一人抜きです。次がヒカルさんですね。さあここでヒカルさんがバルログですね。さあヒカルさんのバルログと、師匠さんのベガですね。さあ開幕飛び込む、よしパンチで返す、ここでメスペスト、この師匠さんのベガーも素晴らしいですね。先ほどの本田との試合の冷静なこの運びの中での逆転劇、ちゃんとしっかりと相手を見て最後にこの地上に足を決めて1本取りました。4名開幕で足を出してカルさんもうまくガードを、ヒカルさんが爪を出しながら飛び込むところをちゃんと足を見て、そこにめくって足を出して、もう一回足を出す、さあこれ足を出す、出して、もう一回って出して、さあペシペッとこうやってナイトメアで、さあめくって投げる、さあ安定的な非常に素晴らしい攻めで師匠さんが二人抜きですね。次が瀬尾さんですね。さあここで瀬尾さんが、瀬尾さんが同キャラのベガを出すのか、それともチュンリーを出すのか、さあこれは注目ですね。さあ瀬尾さんがチュンリーを出してきた、さあこれで瀬尾さんのチュンリーと、千本さんのベガですね。カムブは100列飛行券、そしてトップコンを上にやって、ペルをやって、チャンやって、
光剣、飛行剣、あー飛び切り、よしよし、ここで地球区、さあ100列ゲージを止める。ちゃんと見てこの反応的な速さでこの空中投げ、ね、何やってチューキック見つけて、あーシャノミチューキック、ここでやってセオさんが一本取りました。超キック超パンチで止める、そして投げる、これ投げる、中キック、100レースやるか、さあ100レースやりながら飛び込んできたところ、しっかりとこのガードする反応の良さが瀬尾さんの素晴らしいところですね。飛行剣100レース当てて瀬尾さんが一人抜きですね。次がチャボーズさんですね。瀬尾さんのチュンリーとチャボーズさんのサガットですね。さあタイガーパック返す、さあタイガーショット、下段を出す、下段に対す、下段を出す。さあこれ、ま、読みながらこれ先生か、さあ飛行剣、さあこれ飛び込んで、もう一回飛び込んで、さあアッパカと出させてしました。このシャー立ち一生パンチの当て方が素晴らしいんですね。さあ中キック、ああ今の大パンチ当たった。さあチャボスのアタックはこれで、さあ5番スペース、しかしセボさんのこのこれどこ、ああ来た、このチュンリーの怖さが来た。残り1秒でしっかりと投げて瀬尾さんが1本取りました。ジリジリっとするんで、少し今投げました。さあ、骨、ね、ティッシュね。さあ、結構この正面にしますか。さあ、ジリジリ詰める。さあ、ここで。さあ、スパコン今のは。そうですか、これ。あ、今の、大球勝ってた。はい、しゃがみ、キックからの100列で。瀬尾さんがこれで、2人抜きですかね。さあ、次が、ペコさんですね。さあペコさんがここで誰を出すか、S剣なのか。S 剣か、あ X剣ですね。さあペコさんの X 剣と塩さんのチュンリーですね。さあ、クラゲと魔導剣の打ち合い、立ち台キック魔導剣、さあスパコンがあってスパコンでクラゲ、さあ魔導剣、さあ戦列級うまく当てないが当たってしまって、まさにこれがチュンリーだと言わんばかりの攻め。さあ瀬尾さんが1本取りました。さあ大キック、波動拳、さあクラゲ、さあ波動を踏む、しかし投げる、処理を、キック、キックで、さあ膝をちゃんと攻めて、ペコさんの X 剣が1本取りました。さあ3本目、
さあ、転職客、そこでやって、さあ、チー大パンチ、この辺は S 剣のこの本キャラの、トコさんの、この辺がうまく生かされてる形ですね。あ、しかし、これが怖い。波動を出させて、この恐怖の三段で、こっからセオさんのチュンリーが、さあ、これで、3人抜きですね。さあ、次が、友座さんの、ベガですね。さあ、これも注目の対決。瀬尾さんのチュニーと友座さんのベガ、さあ開幕どうよ。さあ飛び込んで、しかしもこの立ち大パンチとかこういった反応のこの怖いのが瀬尾さんの怖いところ。上大キックでこぼして、さあ貢献、さあ今のは飛び込んで、さあこうピアッタ、さあこれ、友座さんが逆とハイハイと決めて、サイコクラッシャーで1本取りました。さあ2本目、さあ100レス、大キック2回決めた。さあ、ヒャブリスが投げる。これめくったのも、さっきから見ていると、このセオさんのこの立ちショーパンチのこの返しがすごいですね。転職客、さあ中キック、貢献。さあ今のこの一発重い。さあトミーさん頑張れ。これあー今の誘ったのか、島の KG は。さあ、潮さんが1本取り返しました。3本目。キック、百列。貢献、百列。さあ、今の百列すごいっすね。瀬尾さんにしかできないような反応にしか見えない、この恐ろしい攻め。で、さあこれうまくガード。さあ友澤さん頑張ってほしい。あー、なんという誘い方だ。これで瀬尾さんが4人抜きです。さあ次は、ニーヤさんですね。さあここでニーヤさんがどのキャラを出すか。さあこの瀬尾さんのチュンリーにホンダで行くのか、それともチュンリーか、同キャラか。しかしホンダだ。さあ本気のホンダで、タイミングね、さあ飛び込んで、ね、大キック、さあ張り手でしゃがみ大キック、飛行機に攻める、さあチュンキック、さあ飛び込んで、さあドスコイでやって、そこでしかしこう転生客クラゲを出す、ちゃんとガードする、張り手を出す、そこで選択肢はどうすか。さあ後ろのところがうまく捜査が冷静にガードして、あーしかし一戦ですが、なんという恐ろしいこの誘い方というか、すごい。でさあ気候圏で、気候圏と戦術客で、さあスピニングバトルで、さあこれ、あーさすがの、すごいですね。さあこれ戦術客たち、さあ気候圏、さあ気候圏クラゲと百列で決めて、さあこれ投げる、もう一回投げる、さあここからもう一回投げる、あーしかしこう見越して裏に回って、大シャドウダイキック、気候圏まだ分からない、残り20秒。立ち中キック、さあしゃがみ中キックで、ソウさんもこれで5人抜きですね。次俺もうマイク疲れた。現在1位は9連勝のコエモン君のフェイロン、2位がニーヤさんの剣ですが7勝。なんかニーヤさんはコエモン君のフェイロンと決勝やりたくないらしいので、誰かが7連勝以上してくれると非常に喜ばれます。今その最右翼が瀬尾さんのチュンリー、 2P 側は辰俊さんの竜ですね。さあ、あの距離から池から戦列、しかもこの体力も投げで。さあ大さあチャージしてあるぞ。
相打ちだったんですが、はい、さあ今のいいタッチパンチ、ファイヤー踏ませて昇竜拳、さあ立つとしくいい感じ、ゲージが立つ前に仕留める、さあわからないぞ、出るぞ、上見ている、さあ追い詰めたのはタストシリュー、昇竜拳、さあ投げて受け身がない、さあ抜けてしまう、背中が当たって勝ったのはセオチュンリー、いやー、やられちゃいました。あー、さあ次がノブさんですね。やーや、うん、はい、セオさんのチュンリーとノブさんの剣ですね。さあ開幕で、さあクラゲと波動拳、さあ殺光拳と波動拳ね、さあ早くもこの塩さんの、ああこれですね、このそのためて相手が出しちゃいけないと分かってても出させる動きですね、これがすごいですね。さあクラゲと波動拳、クラゲと波動拳、波動拳、クラゲ、クラゲ、さあ、あー、これは、あ、今のしゃがみしょうまじですね、そこで、転ばす、さあ、頑張れ、そこで、しかし、ちゃんとガード、そこはどうなる、イメシと投げて、さあ、あー、今のまたしとこの投げをやって、これ、焦らせて、ここで転ばすという、このしおさんのこの選択肢をなくすかのような戸惑いと、攻撃が非常に素晴らしいですね。さあ次が藤見ブランカさんですね。いや、この瀬尾さんのチュンリーはこの場面場面の中でのその攻めというか、この場面場面の中の臨機応変さが素晴らしいですね。さあ藤見ブランカさんのブランカと瀬尾さんのチュンリーですね。開幕しゃがみチューパークラゲ、さあ転ばす、さあこれ大キック、あしかしローリングを見越して100です、クラゲ、クラゲ、さあ足踏みダパン転ばす、クラゲ、クラゲ出す、クラゲの連打で、さあ今の飛び込みをした、このしゃがみパンチでの回収は見事ですね。そしてここはチャレンジャーめくりのようなやけりを出して、さあ飛び込んで、さあこれ、さあこっから行く、うわー今投げ落としたんだ、そこまで攻めさそうするか、そこをうまく見越してしゃがみ召喚2連発からローリングでブランカー、主人耳ブランカーさん1本取りました。そして飛び込んで、さあこれ飛び込んでしまった、これさあ、ね、さあブランカーのこの手足の伸びるところをうまく当てるところか、そこでさあもうこの初期がいいですね。さあ転生曲、100です、さあ転職客、ショーパンチ100です、飛行券転職ゲージやって、さあ投げる、これ瀬尾さんが1本取りました。さあ3本目、さあクラゲ、クラゲ出して飛び込んだ、このパンチですね、こういったところは、ま、非常に素晴らしいですね。で飛び込んで投げる、パンチ投げる、投げで、さあここの一定のキープをやりながら、さあこれ戦列を出す、クリアス、ショーパン、さあ飛び込み大パンチ、
かぶりつく、かぶりつく、かぶりつく、さあ、ひじみブランカさん頑張ってほしかったな、天照客で。これで、塩さんが 5人抜き ?5 人抜きですかね。さあ、小江戸さんですね。さあ、これで塩さんが、8勝ですね。さあ、小江戸さんですね。投げる。こうやって。貢献、貢献、さあこうじり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 と投げるか、ペカからすれば非常に厳しいか、頑張ってほしい、投げて瀬尾さんが1本取りました。さあ2本目、2本目どうなる、ケルケル、さあペカ投げる、ケルケルをしていって百列をちゃんと見ていって、そこで飛び込んで投げる、これ飛び切る、飛び込む、で締め切るのはさあ、ここで小江戸さんの逆転、しかしそこ100列をやる、さあ最高合唱ここでクラゲと100列で貯める、オーケーさあ戦列客をやって、さあめくって、さあここどうなる、さあ残り20秒、近づいて投げる、まだ分かんないぞ、もう一回投げる、素晴らしい、小江戸さん1本取りました。さあこれはまだまだ勝負は分からない、今の2本目で小江戸さんが精神的にかなり有利かもしれませんね。なんで3本目こう畳み込むかのように余裕をなくす、この瀬尾さんのこのチュンリンの畳み込む姿勢、このえぐいチュンリンの投げ、そこを蹴りを出して足で中継か、当てる、当てる、そこにあータッチショーパンチで瀬尾さんがこれで9人抜きですね。さあ次がネロさんですね。さあこれネロさんのガイルと、セオさんの準備ですね。さあ注目の位置です。さあ開幕の、さあソニックと、さあ今の打ち合いで裏剣、素晴らしい、ここでさあここで飛び込んで、あーでここで蹴るか、そこでシューキック、さあ中国はソニック当てる、さあ飛行剣当てる、飛行剣、さあクラゲとソニックの攻防、中国はそこのアウト固めて投げる、あー今立ち台パンチ、さあ中国打ち合って、さあ飛び込んで、そこでさあこういう暗い投げ、しっかりと冷静に見ている、さあしかし戦術の、さあ惜しいか、しかしすごい転生客、なんと恐ろしい、さあ中キック、中キック、中キック、クラゲ、さあクラゲ残り15秒14秒、さあネロさん頑張ってほしい、さあまだ分かんない、あーあれでしょって瀬尾さんが1本取りました。さあ2本目、カメソソニックやったところ、さあここで投げるガンさん、ネロさんも受け身取って、そこでそうそうの投げ出し、さすばしい、さあお客に投げるこのトイさんのその素晴らしいところですね。さあクラゲとクラゲとソニック、さあクラゲとソニック、クラゲとソニック、さあここで飛び込んだところ立ち上がりましたし、ソニックで、さあ今の中継当たって、そのさあいいぞ、さあまだわからない、さあ残り50秒、さあ戦列が素晴らしいものがかかりました、さあパンチ、さあソニック、さあサマー、さあいけるか、あーしかしここで投げて惜しかった、非常に惜しかった、あー次が川島さんですね。さあここで川島さんがダルシムを出すのかどうかが注目ですね、それとも別のキャラなのか、おお、あさあさあ川島さんが、さあ本キャラ誰しも出してる、さあこれは注目の対決ですね。さあショードリュー、さあこの川島さんのこの攻める誰しもに対して、ここでさあ石棺、石棺ベシットンファイヤーショードリュー、ファイヤー川島さん、シュータイタ、さあこれファイヤー、さあじりじり歩く、
さあ、チュンリーアイテム、この剣、非常に強気で攻めていく川島さんのダッシュ。しかし、ソウさん、この今のチューキックで、あー、出さしてを出さして、戦術が出、さあ、ヨガテレバやったが、チューキック当たって、ソウさんが1本取りました。さあ、2本目、タイミング、下パンチ、下パンチやって、ファイヤー、ハンドファイヤー取って、ドリルをチューキック、ファイヤー、ヨガファイヤーでドリルをやるところを転生客、転生客やって、飛行剣ガード。さあ、チューキックしっかりガード、うん、足をこうやってわざと出さして手を出しつつ、しかしこのスマガミさんのこれ垂直のびり、さあもうでかなり強気で攻める。ここでこのスパコンのゲージがお互い溜まってる中でどういった攻防をやるのか。チューキック、あーしかしまたもや恐怖のこの誘いで瀬尾さんがこれで 10勝。さあ次がセロテープさんのザンゲーフですね。さあ非常にポテンシャルのこの高いデイトナ式でのセロさんのザンゲーフ、これが瀬尾さんのチュンリにどう果敢に攻めていくのか。さあこれで強さのこの気候からのこの離れ方からの対空が怖いですね。さあね、ビビと差し合いの攻めながら、しかしお互いまだお互いほぼ同じか。さあまだザンギに非常にチャンスがある。さあセロさん頑張れ。ここでさあ転んで、さあここでさあ冒険、あーバニシング出したところを冷静に見てしゃがみ大キックで1本取りました。さあ2本目、さあ開幕戦キャプレスダブラリー転ぶ大キック、この瀬尾さんのさまざまなキャラの対空に対しての攻撃の対空が非常に大変ですね。見ていて素晴らしいですね。さあこういったところのしゃがみ中キックからのキャプレス、さあまだ分かんない。さあ瀬尾さん頑張れ。さあダブラリー、さあ行く行くか。さあ頑張れ、回すか。さあダブラリー、さあじりじり攻める。さあ気候圏が当たる、あーしかし今の飛び込みのところを垂直大キックで瀬尾さんが11勝ですね。さあ次が5さんですね。さあ瀬尾さんのチュンリーと5さんの剣ですね。波動拳でゴーさんの拳が冷静に不用意に飛び込まず攻める。波動拳、波動拳から上、さあ飛び込む、飛び込ませながらも、しかしスパコン組みながら今の安い積んで、さあ垂直で今のやってこの投げ、そう勝利拳クレッチキックやって、さあ勝利拳、さあこ今このコーナーゴーさんのいいところ、さあこれで練習クラさんフレーシングになってコンボス、そうガード素晴らしい、あーしかし足を出してしまって瀬尾さんが1本取りました。さあ2本目、しかしショパン冒険投げる、ガード剣ガード剣しっかり投げて勝利剣、あー今の戦術をハードで防いでよかったですね。さあ全然逆転あるぞ、さあゴーさんいけるぞ、あるぞ、そこでこの剣、おー今のシーンね素晴らしい。さあゴーさんの剣が1本取りました。非常にさあこれは逆転なのか、キック、垂直でキック、さあゴーさん得意のこのしゃがみショーパンチか、このトッピーのこの攻めのところを行きたいところですか。さあこれで決めて爆裂、さあこれで決まって、さまだ分かんない、あーしかしきっちりと大キックで落として、これで翔さんが13勝ですね。さあ次が、小井門さんですね。さあここで小井門さんがバルログをやるのか。小井門さんのバルログ、あバイソンだ、小井門さんのバイソン、
これは注目の対決ですね。さあ、保険、クラゲを出して、さあ、このまま攻めたいところだな。さあ、100レーション、100レーション。あー、しかし、ビヨンテージは。さあ、小山さん、頑張れ。頑張ってほしい。さあ、これ、クラゲ、クラゲ、クラゲ。クラゲを出す。ブレンさん、これ、すぐにペシュしてって。あー、しゃがみ中キックの連打で、千代さんが1本取りました。さあ、しかし、まだわかんない。夢。あー、開幕立ち大キック。ペシュとやって、保険。貢献しかし、うわーっとやって、さあ、関さん逆転ある、あー、しかし、くけしげしてて、さあ、本田さん頑張れ、さあ、待て、さあ、これ、さあ、これ、さあ、さあ、減ってる、これ、スパコンが止まる、さあ、ファンがお互い、さあ、スパコンがお互い止まってる、このじりじり、この攻防、さあ、まだ時間ある、時間ある、さあ、これで、わーっとやって、削って、素晴らしい、本田さんのバイソンが1本取りました。3本目貢献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 あー今は来たところを戦列が取り返して瀬尾さんが14勝ですね。はい、でこれで瀬尾さんの14勝とチュンリー14勝と小右衛門さんのフェイロン9勝で これで決勝戦となります。いやでも今回の四季の細道は非常に素晴らしいプレイヤーの試合がいっぱい見れて非常に見どころのある素晴らしい今日も素晴らしい大会ですね。さあ、瀬尾さんと小右衛門さん注目の決勝戦ですね。さあ、カードポイポイと出る OK。さあ、これ投げる。さあ、投げる。当てる。あ、今のイエスですね、すごい。それで当てる。まだ分かんない。あー、上り蹴り。これ、ピシッとやって。OK。ワンフラット。さあ、そこにしましょう。さあ、ここで。さあ、レフが画面に行って。さあ、素晴らしい。小山さんが一本取り返しました。貢献取り抜けて持ち寄って投げる持ち寄ってやって投げる。あーこれさらに畳み込んですごい芸術的な動きで小右衛門さんが1試合目を取りました。さあ2試合目さあ、ホイホイってやって、ハリュー、これ投げる、ホイホイ1個、貢献、貢献、やって、貢献、さあ、3番決めて、そこを飛び込む、中キック、転ぶ、クラゲ、クラゲを出させる、そこを見越して、後ろに飛んで、戦列でこう、しかし、右浅い、クラゲ。クラゲを届かないギリギリの距離でうまくジャンプをして受けるさあさあこれを小山さんがどう崩していくかあーしかし飛び込んでいたところをしゃがみ中キックで瀬尾さんが1本取りました。クラゲクラゲで
左入っと攻めていく。さあこれもう一回ステンション結果してさあコエモンさんのこの攻めが非常に素晴らしい。さあ3本目5件5件さあ立ち1ショパン5件あー投げる OK こうやってこうやって投げるこうやってはいはいと素晴らしい攻めで小右衛門さんが2試合連続取りまして、さあ小右衛門さんがリーチ、このまま3試合連勝になるか、それとも瀬尾さんが逆転になるか。あさあ小右衛門さんが気合がすごい。さあ、ここで、しかし、瀬尾さんのこの冷静な、そこで、さあ、やって、あ、気候圏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 、いやー、この気候圏とこのためを、これを、この小山さんのフェイロンが崩すのをどうやって崩すか、それとも瀬尾さんがこのまま、この際、試合運びで、さあ、ここで戦ですけど、さあ、よくガードした、すごい。このジリジリの攻防が非常に怖い。そこで当てる。さあ、これ、しかし、瀬尾さんがちゃんとガードする。はいはいはいと当てる。さあ、残り20秒。さあ、これ、向かって。さあ、めくりで。あー、気候圏当たって。瀬尾さんが1本取りました。さあ、2本目。はい、ここ飛んだところを立ち台キック。キックやって。新曲見ます。さあこのフェイロンのこの果敢な攻め、そこでスマホを入れる。さあコエモンさんが1本達成。さあこれでコエモンさんがスーパーリーチ。さあ3本目入れて、さあこれ攻めくってるところをそこに投げる。あーしかしピヨッタパシッ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 と、おっとしかし小パチ、まだこれは分かんないぞ。柱キック、あーしかし戦列客でここで瀬尾さんが1試合取り返しました。さあ、第4試合目。さあここから瀬尾さんが2試合連続勝つのか、それとも今リーチがかかってる小山さんの優勝になるか。さあ、これ飛び込んで、さあ、これ立ち台バー。ここで、さあ、新曲。ここで、さあ、超攻め。めちゃくちゃな攻めで、小右衛門さんのフェイロンが1本取りました。さあ、今度こそスーパーリーチ。タンク、飛び込む、飛行圏。飛行圏、飛行圏、飛行圏。まいっても、しかし、投げのところうまくいってあって、垂直にガードする。さあしゃがみ中継、これが怖い。お互いゲージが止めて、ここで、しかし、打ち上げて、さあ、このめくりがすごい。そこで、そこで、もう一回やる。さあ、もう一回やって、さあ、これだな。しかし、戦術、さあ、ガードしてる。さあ、これまだ分かんない。さあ、中キック。さあ、これやって、素晴らしい。第43回、四季の細道、優勝者は、小右衛門さんです。おめでとうございます。優勝インタビュー大丈夫、まあ、ちょっと前にフェイロン戦を教えたばかりにこんなに苦戦するようになったんですけど、まあでももうちょっとやれば多分負け越すんで、はい、ありがとうございます。小右衛門さんのめくりのあのコンボが非常に素晴らしくて、もう見とれてしまいました。もうありがとうございました。はい、今日は、四季の細道、このように行っております。毎週金曜日、対戦会、このようにミニの大会を行っておりますので、ぜひともお誘い合わせの上ご来店ください。では、の試合の方このまま配信垂れ流すと思います。ご視聴、よろしければこのままご覧ください。ありがとうございました。
Round one!
はい、こんばんは、ペインでございます。今週もありがとうございます。で、時間の方が23時になりましたので、配信の方はこのの試合で最後にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。来週もう早いことで9月で細道も1周年を迎える、2週間前かな、再来週が1周年記念になるんですかね。そうですね、もう少しで1周年記念ということで、1周年記念は何かやるのかな、わからないですけども、まだ決まってないのかもしれないですけども、またその時も、配信来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では皆様、本日も長い間ご視聴ありがとうございます。お疲れ様でした。ということで、配信はここで終了したと思います。今週もありがとうございました。お疲れ様です。また来週よろしくお願いいたします。